大好きで公園を作りたいと。いやこれめちゃくちゃええやん。ここめちゃくちゃいい。小高いちょっと丘の上にあるところですね。伊賀公園やから、はい、コンセプト忍者。見たことない形や。別のところも行きたいなと。特色がまた違うかもしれないですね、他のところは。福井県に来ました。福井に来た。敦賀駅ですね。はい、何これ。何その、うん、何公園発祥の地。福井県に何があると思うの。今日は遊具メーカー、はい、まだまだ見足りないかなということで今回。なるほどなるほど、 なるほど。いろんな遊具を西岡さんに引き続いて。そうそう、行きましょうか、はい、じゃあ早速行ってみましょうかって言ったとして、はい、どっちにどうしたいか分からんから今。電車乗るのか、なのか歩くのか、歩くのか、何万、うん、とりあえず、うん、思い思いの方向一旦行ってみましょうか。じゃあ、俺こっちです。こちらです。お、あ、ジャクエツさん。ジャクエツさんです。ジャクエツさんってあの遊具、あ、あのパパとママとさ、あのソウタ君と、ソウタ君とパパさんとママさんが来てくれた会の時にジャクエツさんの遊具なんですって言ってて、あの青に統一された、めっちゃなんかおしゃれな北高の、お、そのジャクエツさんの本社が福井なので今回ちょっとしたんです。なるほど、ジャクエツさんに。おっきい、でかー。なんかおしゃれやな。おしゃれ、うん、おっきいわ。さあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、もう見るからにめっちゃおしゃれやな。あの僕たち、あの以前ジャクエツさんの遊具を見させていただいて、はい、なんか何て言ったらいいかわからない遊具。はい、なんか僕らをパッと見たら大きい知恵の輪かなっていうぐらい。あそこにあるのが、はい、まずプレイリングというものでして、プレイリング、リングがたくさん連なってると思うんですけど、はい、くぐったり登ったりぶら下がったり、いろんな遊び方ができる遊具でして、子供によって遊び方が違うっていうのが、はい、特徴でして。特にここに何かをしてこう遊ぶんですよとかはなく、あ、そうです。そうで遊び方が一つに限定されてなくて。確かに、はい、子供の頃だったらこれ何してたかな。これをどうしてた。俺やったら多分ここの網の、うん、友達こっちの網のこっち側にね、こっち側立ってもらって、はいはいはい、これ下折って、うん、それからジュース飲ましてって。網通してジュース。キモい子供です。もうないやろ。あったやろ、そういうのあったやろ。でもごめんなさい、飲ましてとか後編はあんまできんできんですできんです。なんかこのだって周りの何下のこのフニフニなんもよくフニフニやったもん。ここね、じゃあゴムチップ。なるほど、 なるほど。もう多少 ここでゴロンとなっても怪我しないように、落下した際にこう頭を強く打ってしまうとか。確かに、そういったことをこうリスクを減らしていくために。ジャクエツさんはこうどうして変わった遊具が多いんですか。そうですね、創業108年目になるんですけど。108 発祥は、はい、あのお寺の住職が幼稚園を始めたことがきっかけなんですけれども、幼稚園を作った中で自分たちの手で折り紙だったり遊びの教材教具を作っていこうとしたのが始まりです。最近ではうちのデザイナーだけでなくて外部のデザイナーさんだったりアスリートの方だったり、はい、いろんな方々とコラボレーションして開発しているので結構斬新な遊具が多いかもしれません。なるほど。ざっくり世界征服ってことですか。いや全然違うよ。何を聞いてて全然違うよ。いやなんかその真逆や。ジャクエツさんが全てをさ、全てを掌握してるよね。遊びでこうみんな知見を深めていくということで。遊びで全てを掌握してる。違う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 。いろんなものがありますもんね。もうだから椅子とかもありますしね。お子さんのそういうのも作ってるってことですか。はい、じゃあのお寺から幼稚園の経営を、はいはいはい、うちのジャクエツグループでもしていまして、はいはい、そちらではこう新商品だったりこう商品の検証も行っていまして、はあ、それでこう商品の質を高めていこうという取り組みを。直でこの園児たちのリアクションも分かるですもんね。分かるし、うん、すごいな。確かによくできたシステム。100年続いてる理由。確かにね、ほんまにそうよね。いろいろみたいですね。でもいろいろ見させていただきたいです、はいはい、こちらがジャクエツのカタログなんですけども。出た、やっぱカタログはあるんですね。はい、もう分からん。
これはなんだ。これでもほんまにこれまだ完成じゃないですか、ね、これは途中のやつじゃないこれ。サピエンスという、こう遊具の名前で、はい、これ何ですか。サピエンスという、これは遊具ですか。はい、遊具こうイメージされると、はい、支柱が立っていて、はい、こうデッキがあって、はい、でそこに滑り台がついたり、はい、そうですね。でそういう、こう構成が基本的にあって、はい、なんかイメージはそうです。それがもしかしたらこう想像力をこう阻害するというか、なるほど、こう使うんだよっていう、はい、いうのをこう外した時にどんな遊具が作れるかなというところで、ネットを主体に子どもたちが本当にこうどこからでも入って、こういろいろ想像して遊ぶことができる。いや俺は怖くて汗かいてきた。汗かいてきた。何が起きたか分からなくて。ジャクエツさんの、ジャクエツさんのパワーが。いやこう100年続いてるっていう、はい、その会社がまた新しく元々の遊具のある形をぶっ壊そうとしてるのが、確かにどんどんねこう肩にはまっていきそうなものを、それがすごい見ようや。怖い怖い、知らんの怖い。いっぱい出てくるってこれやで。おおよそ滑り台である場所やで。もしそなメインメイン見ましょう。見よう、はい、おおでもありますよ。ありますよ。ありますよ。シンプルなやつ。ちょっとカッコつけといてください。ありますよ。普通のやつ。びっくりした。知っとる知っとる。でも知ってる。でもめっちゃ、めっちゃおしゃれ。これすごい、すごいな。じゃあ恐竜の世界をこうベースに。ああ恐竜の顔や。はい、はあ、ほんまや。リノワールドっていう商品のラインナップになる。リノワールド、はい、ああでもやっぱ1000万やっぱこれはでもね高いやな。だからこんなんもあるよ。あるな。サンゴ、サンゴや。サンゴやわ。こう捕まったり、こうバランス取って歩いたりってことですよね。うわすげえ。ヘチマとか。ヘチマ。これヘチマなんや。これヘチマや。いろんなものがあるから。そうだね。広がりますね、そういうのがね。すごい。うん。けどこう未来の話してるからもうちょい成長してから来たかったなっていう。なるほど。その素晴らしすぎて。